はあ、今日も誰とも話せなかった。僕はいつも一人ぼっち。僕も友達が欲しいよ。たかしくん。たかしくん。誰？僕の名前はリオ。リオ。君と友達になるためにこの世界に舞い降りた妖精。妖精？うん、妖精。僕と友達になってくれるの？もちろん友達になる。君と友達になる。やったー。やった友達だ。友達だ。リオ、これからずっと友達だ。友達だ。やったやった。リオ、でもさ、でもどうしても守ってほしい約束が一つだけあるんだ。約束？うん、それは絶対に泣かないこと。泣かないこと？うん、もしたかしくんが泣いちゃったら僕天空の世界に帰らなくちゃいけないからさ。やだよ。やだよそんなの。僕もやだよ。ずっとたかしくんのそばにいたいもん。たかしくんのそばにいてずっと遊ぶんだ。それが僕の夢だから、いつまでもいつまでも。泣いたらダメだよ。待って、話聞いて。たかしくん待って、落ち着いて、大丈夫だから。たかしくん待って待って、大丈夫大丈夫。たかしくん、たかしくんって。お別れの時間が来たんだ。泣いたらダメって言ったの。さよならだ、さよなら。言っちゃった。せっかく友達になれたのに。でももう大丈夫。僕も泣かない。僕も絶対に泣かない。すごいよ高橋君。なんで、どうして。君の強い思いが僕をもう一度この世界に呼び戻したんだ。またまた高橋君の。高橋くん、高橋くん、泣いたらダメだよ。待って、高橋くんって。お別れの時間が来たの。泣いたらダメって言ったじゃん。さっきあんなに言ったじゃん。僕はバカだ、大バカ者だ。なんで泣いちゃうんだよ。でももう涙は枯れ果てた。僕は変わったんだ。僕は強くなったんだ。ならよかったけど。いや待って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 。勝手に動くな。君が泣きすぎたせいで神様がお怒りなんだ。神様がお怒り？本当はもう戻ってこれないはずだった。でも泣いたらダメだというルール以外にもう一つ新しいルールを加えることによって僕はもう一度この世界に戻ってくることができたんだ。新しいルール？それは絶対に僕に触れないこと。触れないこと？何やってんの。びっくりした。話聞いてた。もし高橋君が僕に触っちゃったら。やめ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 てよ。何やってんの。頭おかしいよ。もし高志君が僕に触っちゃったらね、また僕は天空の世界に帰らなくちゃいけないんだよ。友達に触れないの。泣いてもあかんからね。触ってもダメです。高志待って、帰りたくないの。待って高志君、触れないなんて。泣いてもあかんかんね。てめえバカだな。泣いてもあかんかんね。僕はバカだ。泣いたらダメなんだ。泣いたらダメ、泣いたらダメ。頭に叩き込んだ。泣いたらダメ、泣いたらダメ。僕はもう絶対に泣かないんだ。本当かな。いやあ。触った。